伊吹慶の幻想小箱、涙の池。他の村からお嫁さんやお婿さんが来るときは、面倒だけれども遠回りになる北からの道を来なくてはいけないよ。南側の道には池があるだろう。あの池は昔々に戦争に行った恋人の帰りを待っていた娘の涙が溜まってできた池だから。遠い国へ戦争に行った恋人はついに帰ってこなかったというよ。諦めなさい、待つのはやめなさいと言われた娘だったけれども、毎日同じように恋人の帰りを待っていた。娘は泣きながら南の彼方を見つめていたそうだ。何回も冬が来て、何回も夏が去っていった。ある日、家に帰ってこない娘を家族が迎えに行くと、姿はなく、池があったそうだ。だからね、村の者は夫婦や恋人と連れ立ってあの池には行かないし、そのことを知らない他の村から来るお嫁さんやお婿さんは、あそこを通ってはいけないのだよ。